ランゲラックからのロングフィードするのはイヌサイ。強い強い、いや強い。山田、あこれは山岸の切り替えの速さ、あいい。4試合連続途中出場、第2節の神戸戦です。あこの木下選手からは絶対ゴール欲しいって見えますね。いや強い、山岸全く軸がぶれませんでした。強い